ボケーかやろー。あー、お前、俺にボコボコにやられたトキちゃんがまたリベンジマッチと行きたいわけだな。やろー。だがな、トキちゃん、このスターターの V シリーズが発売されてもう早1週間ほどが経ったわけだ。このままでも面白いんだが、ちょっとさすがにデッキだけじゃ物足りなくなり始めたんじゃないのか。まあ確かに、いつもね、スターターじゃなくて自分がカード開封して組んだデッキでやってるからね。そう、ということで今回はなんと、こちら、ペンペンペン拡張パックポケモンカードゲームソードとシールドだ。うわー、なえだね、不思議なたっくんです。ニコニコリンクときちゃんです。ということでときちゃん、はい、我々のポケカ開封シリーズも、はい、早くもこの V シリーズ突入したわけでございますよ。イエーイ、早く開けたい、ね、早く開けたいというところなんだけどね。あれ、ちょっとね、開ける前にまずはちょっとこんなもんもあるんだっていうのをね、見させてくれ。見させてくれ、自分が今から見るんか。いや、俺に見させてよ。それはスタッフ王や。はい、見ろこれ。何何何、これはなんかめっちゃいっぱい、はい、いややばい。このね、新しいね、拡張パックの発売に合わせて、はい、こんなに新しいそのカードアクセサリーが発売されたと。見たことないやつがある。まあ一個一個パパッと紹介していきます。デッキケースはまあこんな感じとなってます。新しくこのガラル地方のデザインと、それに共通したこのデッキシールドもありますと、うんうんうん、こちらそれぞれのこの最初の3匹が描かれたデッキシールドもありますと。うわー、いいねこれ。このメソンちょっとたくましくない？たくましい。ケースがいっぱいあるね、はい、これはアナシアン、ザマゼンタと、こちらがガラルの最初の3匹のやつだね。デッキをたくさん持ってる子はこっちを使ってもいいかもね。これね、すごいんだよこれ。デッキケースポーチって言って、なに、かわいいサイズ感が。こんな感じでデッキが2つ入りました。へえ。あ、これ触れちゃおっか。これ実はこれ、あのダメ缶ケースなんです。へえ、ダメ缶ケースか。スタッフとか、うん、あ、俺はお菓子の缶でやってんだけど私もでも、うん、ラムネが入ってるカンカンとか使ってたりするけど、ね、専用のものがあるんだね。あ、この辺全部絵柄は一緒だけど、トキちゃんがこっちの右手側で持ってるのがコレクションファイルって言って9枚入るんですよ、1ページに。うん、このファイルで足りない人はこの新しくこのリフィル、はいはい、新しく追加して買ってもらうよ。なるほどね。はい、でこれがあのデッキケースですね。これあの箱タイプなんでこう組み立ててもらって、うんうんうん、あのデッキを入れてもらうみたいな。で、あのトキちゃんが左手で持ってるのがプレイマットです。ちょっとなんか違う、もっと硬いイメージ。でも実はこれはあの布製なんで、うん、すごいコンパクトに畳めたりとか軽かったりするんですよ。いいねこれ。最後にですね、はい、これはですね、カードボックスって言ってこんな感じになってます。エネルギーカードとトレーナーズのカード、ポケモンのカードは入ってないんですよ、1枚も。拡張パックってさ言われてるじゃんこれは、うんうん、元のデッキを強化するための、拡張するためのって意味があって、ポケカ初めて でデッキとかも買ってないよって人は拡張パックとカードボックスを買えばもうデッキができますよっていう。なるほどね。でそしてさらにそれを強化したバージョンのものでございます。プレミアムトレーナーボックスっていうもので、先ほどのエネルギーカードに加えてソードシールドのこのパックが10パックずつ計20パック入ってて、なおかつトレーナーズカードもいっぱい入ってて、なおかつダメ缶も入ってて、ダメ缶とかを入れるカンカンも入ってて、え、すごっ、コインも入ってると。でこれ自体もやっぱりね、カードケースになりますよと。これすごい、だってプレミアムって書いてあるもんね。はい、というわけで、うん、こんな感じでね、素敵なカードアクセサリーもたくさん発売されておりましたよと。いつものその拡張パックを開けるだけじゃなくて、うんうん、なんかこういうのも出てると、よりこう自分のさデッキを強化したいとか気持ちが高まるね。そうなんだよ。じゃあ早く開けよう。そうだな。はいはいはい、念願のこの時間がやってきましたよ。こちらソードとシールド2ボックスずつ購入してきました。わあ。あ、半分ずつ開けていくじゃん。うん、じゃあソードから選ぼうか。じゃあじゃけぱい、はい、こんしょ。あー、はい、じゃあ右半分全部いきますよ。なんか今日はこっちにレアが入ってる気がする、はい、なるほど。じゃあ残りはもらうよ。おう。はい、じゃあ次シールド、トキちゃん先を選んで。え、いいの。じゃあこっち左。あー、なるほどね。左半分いきます。じゃあ僕もじゃあ右半分いただきました。はい、
今から開けるソードはメッソンとジメレオンとインテレオン、はいはい、この3匹をねめちゃめちゃ狙ってます。トキちゃんはそうだろうなと思っておりましたよ。でもラプラス V とかも気になるね。気になる、巨大マックスもあるからね。確かに、うん、はい、というわけで開封し終わりました。できました。うわ、ルカリアなんそれは。もう一回やっていい？あーもういいです。いくよ。あーもういいです、もういいです、もういいです。グレッグル、グレッグバチングに、お、博士の研究、これはあれだね。そうです、スターターでも登場した。ちょっと待って、ときちゃんペコペコしてる。くそ、リアリティ見たらレアなんだよ、 R なの。レアの仕様がちょっとホログラム仕様に変わってる。あ、ジメレオンだよ、ときちゃん。あー、エンニュート、グレッグル。おー、これはラプラスの V ではなく V マックスだな、これは。うわー、すげー。この VMAX ってカードはこのレアリティがまた新しく一つ増えたんですよ。え、そうなの？トリプル R って書いてある、つまりダブルレアの上ですね。で、これはですね V 進化って言ってポケモン V からこう進化させるカードですね。バカだけ HP、320だって。技もすごい強力ですね。巨大ポンプっていうのでダメージは90プラスです。で、このプラスはこのポケモンについている水エネルギーの数かける30ダメージ追加、全部この無色を水エネルギーにするだけで180ダメージが出ますと。でもこの VMAX は強いんですが、サイドを3枚取られてしまいます、傷としたら。じゃあタッグチームと同じなんだ。で、B とジメレオン、ワンパチ、ハーちゃんが大好きなやつ、ドブロック、ジメレオン、ジメレオンですよね。ジメレオンクラブと、グラブがそこにいる。ありがとうございました。あー、トキちゃん、あー、トキちゃんに似てる大好きなメッソンですね。かわいいね。スタート違うのがいいよね。確かに、チラーミー、チラーミー。うわー、待って、ビート選手のハイパーレア当てちゃった。ポケモンじゃなくてキャラクターのハイパーレアも追加されたんだね。いや待って、めっちゃいい、ビート選手いいな。トキちゃんビート選手好きだもんね。好き。なんかあれだね、うん、左引いたからだよ今回。これジンクス通りだもん。これポケルンあるあるだよ。ガックン引きいいってやつ使ってくれてたね。オーガ、オーガ、オーガ絶対これ見て、あ、絶対いいよ、レアだよ。欲しがるね。ロゼリア、ヤバチャ、おお、はい、こちらダダリン V でございます。いいね。はい、こちらの GX と同じ感じでダブルレアですね、はい、怒りの怒り、これはダジャレかな。ダジャレだ。30ダメージプラスで前の相手の番に技のダメージで自分の草タイプポケモンが気絶していたなら90ダメージ追加、条件満たすと120ダメージ出ますね。うん、強いね。粘ドールで、グレッグルって終わりですね。はーい、はい、次行ってきますわ。はい、ウソッキー、あ、メッソン、メッソン、チラーミー、あー来たー、インテレオン、しかもレアですねこれ。癖ついてんのね。そう、裏工作、自分の番にこのカードを手札から出して進化させた時1回使える、自分の山札からトレーナーズを2枚まで選び相手に見せて手札に加える、だって。すげー。テッシード、ヤバチャ、そうなんす、 V ですね。え、スーパーレアや。え、どれ、あー、マンタイン、お、来ました、ラプラス V ですね。 V だ。いや、表情がすごいんだ、このラプラス V の。かっこいい。うわ、すげえ躍動感やばね。え、躍で青ガラス、お、ついに出たザシアン V、かっこいいですね。特製不当の剣ですね。え、自分の番に1回使えて、使ったなら自分の番は終わる、自分の山札を上から3枚見てその中から鋼エネルギーを好きなだけ選びこのポケモンにつける、残りのカードは手札に加える。こう3枚とも見て3枚全部エネルギーだったらめっちゃ強いもんね。すぐ技が打てるかもね。ねえ、グレッグル、あー、クラブ、今調べしちゃった。じゃあ、う、V、うん、この迫力すごいな。で、ウソッキーメッソン、はい、一周しました。はい、どっちゃん、はい、次はシールドだ。きたー、早速開けましょう。開けよう。さあ、開け終わりましたと。開け終わりました。シールドはね、うん、ちょっと実は欲しいカードがめっちゃあるんだよ。ハリーセン、スナヘビ、バイウール、あー、イエスさん V、イエスさん、いきなり私欲しいカード出た。エスパーデッキをね組んでるのでイエスさんめっちゃ欲しかったんですよ。かわいい。ムンナ、私らが、あ、マリー、キラキラしてますね。いいね。トサキント、サイホーン、うわー、カビゴン、 VMAX、
スのトリプルレアですね、これすげえ。340だよ。340はすごいね。カムカメ、私らが、お、出ました、コータス V。 おいいね、こちらダブルレアでございます。お、エビワラ、このね絵柄めっちゃ奥の方にさシルエットだけ映ってんだけど、サーブラーいるんよね。あー、ほんとだ。あ、キバニー出た。やっと出てきた。やっと出てきてくれたね。ウール、おー、コータス V のスーパーレア。へー、絵柄も変わっていいですね。ヒメンカ、お、出た、サーブラーいるのよね、ここに、うんうん、逆バージョンですね、さっきとは。ほうほう、砂蛇、あ、ザワゼンタ V。 うわ、マジで。特性、不屈の盾。このポケモンは相手のポケモン VMAX からの技のダメージを受けない。あんなに強い VMAX も技が効かないんですね。なるほど。サイドン、ハリーセン、はい、一周しました。めっちゃ当てたな。めっちゃ当てたよ。あ、こっちにも多分入ってるよ、きっと。入ってるぞ、きっと。はい、レドウムシ、ガラルジグザグマ、スコルピ、お、ガビゴン V です。お、これね、 V でも 221P ありますんで、すごい強いですね。すごいね。お、ガラルポニータです。かわいいよね。わー、ちゃー、モルペコ V。 これは僕が欲しかったポケモンですね。 HP は170とちょっと低めなんですが、エレキボール150ダメージ。このポケモンについているエネルギーを1個選びトラッシュする。その後このポケモンをベンチポケモンと入れ替える。150ダメージ与えて、モルペコがもう本当に残り少ししか HP がないって時にスッと取り替えられるって感じだね。エビワラ、お、エースバーンだ。きたー。このね、リベロっていう特性が強いんですよ。自分の番にこのポケモンがベンチからバトル場に出た時、自分のトラッシュから炎エネルギーを2枚まで選び、このポケモンにつける。強い。で、レドウムシで一周です。はい、すごい、いっぱい出たね。めちゃくちゃいい感じでしたね、引きはね。うん、ドキちゃん、残りはまだありますよ。ありますよ。開けちゃいましょう。開けちゃいましょう。さっき私先に選ばせていただいたから、次タックン先に選んでくれ。じゃあシールドは左半分、ジンクス信じます。で、ソーダ普通に選んじゃおうかな。間から1、2、3、4、5。それじゃあちょっと残りは私が開けさせていただきます。ソーダから開けていきましょう。はい、いつものごとくちょっといい感じの光ってるのがあったら、はい、店に行くと。オッケー。はい、お待たせ。はい、じゃあ僕からここで見てもいいかな。いいよ、いくよ。おお、なるほど。なるほどね。はい、それでは僕がアタカードはこちらです。はい、ダダリン V、ラプラス V。で、こちら石変人 V でございます。うん。驚くことにこちら次が石変人 VMAX でございます。いいね。これ V と VMAX で分かったことが、HP が100以上上がると。ダメージもすごいです。技こちら大ロックっていうので、エネルギーが3個で200ダメージなんですが、次のターンは使えないとかないです。強いな。でですね、なんと、うん、次が、デン。あ、普通の釣り竿のウルトラレアでございます。すごいじゃん。よし、じゃあ次私の方見ていきますか、うん、おお、うわおお、なんか角度気になるね。おお、なんでだ。言われましたね。ちょっとみんなに見せてこよう。私が踊ったのはこちら、まずウッウー V、 そして次こちらじゃーん、ウッウーの V のスーパーレアです。これ両方左向きなんかい。確かに右には向かんのかい。次シールド開けるぞ。開けましょう。トキさん先見えるかい、どうしたい。私の先に見ましょう。あ、これはもしや、おお、かわいいね。あ、いいね、かわいい。はい、私が当たったのはこちら、モルペコ V のダブルレア、そしてじゃーん、闇ラミ V のダブルレアです。お、闇ラミ V の絵柄めっちゃかっこよくない。躍動感すごいな。じゃあ、行くぜ。お願いします。よく見ておけ。あー、その目に刻んでおく。あー、かわいい、かわいすぎ。たっくん、マジ運いいわ。行くぜ。カビゴン V ダブルレア、はい、はい、イエスさん V ダブルレア、してデレレー、モルペコ VMAX でございます。かわいい。
大放電は180ダメージ、相手のベンチポケモン全員にもそれぞれ20ダメージ。こりゃすげえわ。かわいい。そして絵柄がねえ、まあ、モルペコといえばマリーなんですが、マリーといえばじゃん、いやーエールダンの下っ端のスーパーレアですね、これはね。というわけで、はい、全部開け終わったわけですけれども、うん、僕らボックスで購入したんで、はい、まあ、いくつか特典をいただきましたと。なになに、はい、まずはこちらでございます。気になる。じゃあ、はい、開けて組み立てましょう。うわー、なになになに、よいしょーこれでかほい、おーカードボックスでございます。いいね。でここにはザシアンザマゼンタ、かっこいい。そしてここには怪獣の3匹。メソ笑ってる。こんな感じでここを開けて中に入れていくと、はい、こちらはワンボックス30パック購入ごとにもらえますと。そしてもう1種類、あー、ね、カードです。はぁ、じゃじゃん、これね、スーパーレア仕様なんですよ。かっこいい。で、こちらは2ボックス、つまり60パック購入でもらえますと、はい、この2つの特典は数に限りがありますのでご了承くださいと。はい。それでは、今回の拡張パックポケモンカードゲームソードシールドの開封がすごいなとか、欲しいな、私も僕もポケカやってみたいなって思ってくれたら、ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。